吉村由美は日本の歌手である大阪船屋川市出身血液型は A 型身長 161cm 北米では数の略ともポップデュオパフィーのメンバーソニー主催のオーディションで見出されソロデビューの予定だったが大貫美と知り合いパフィーを結成1996年5月デビュー翌百九十七年 ソロデビュー。大抜きが結婚、出産に伴って活動を控えていたまも TV、映画等で精力的に活動を続けており、富士テレビのライブ番組ファクトリーでは長年司会を担当している。パフィーとしての立ち位置は向かって、左。中学校の頃は陸上部に所属し、走り幅飛びで寝屋川市の大会で優勝。運動神経が良く、デビュー前は、 スポーツジムや鉄筋校のバイトをしていた。卓球が得意。しかしダンスは得意ではなく、相方ともどもデビュー前に特訓を受けるも、覚えられなかった。人見知りのため初対面の人と打ち解けられず、またヤンキーであった過去や関西弁などで怖がられるが、実際は繊細で、ナイーブ、どちらかというとエムだという。しかし一方でよく飲み歩き、大宮エリーラのみ友達も多いという。 箸や筆記は左利き。以前は喫煙者であったが、現在は非喫煙者である。右の足首には猫、首にはクローバー、左手首に星のタトゥーを入れている。髪型や髪色をよく変え、エクステをしばしば着用している。相方に負けず劣らずの漫画好きであり、様々な漫画の帯や端末に登場している。 またブログ内でゲーマーを自称し、様々な RPG をプレイする。幼い頃から人見知りが激しく、一人でゴム飛びをしすぎて、脱腸で手術した。また、小学校5年の頃に腹痛で病院に行くと、盲腸と診断され即手術したが、その際に麻酔があまり効いておらず、意識下で手術されたと語ったことがある。2歳上の姉とは、仲が良く相方をして、 美人姉妹と言わしめる。デビュー後間もなく、相川七瀬の家で生まれたチンチラの子猫を譲り受け、ジャンケンと命名、猫派を公言するようになる。現在は犬も飼っている。2003年に2ヶ月間、単身でロサンゼルスに語学留学。2005年、ロリータ18号やニューロティカのメンバーと共に、バンド、シークイックアタッカーを結成、ボーカルを担当し、 不定期にライブを行っている。ユキ藤井隆と仲が良く、お互いのエピソードをしばしば番組で語ることがある。相川七瀬とは大親友。また、長年ファクトリーの司会をしている縁から、日本のロックバンドを好んで聴き、フラーカンパニーズや斉藤和義などの大ファンであることを公言している。2006年4月3日 OA、TBS。 月光音楽団公式サイト。2014年8月22日閲覧。番組インフォーメーション2011年4月12日。日本放送、大宮エリーのオールナイト日本公式サイト。2014年8月22日閲覧。ブログ、ネットスコープアマゲイターより。携帯公式ブログより。イベント内にて発言、パフィーが大胆な告白。アミとユミ。 二人で男を取り合ったことはない。シネマトゥデ二2021年9月5日閲覧。ありがとうございます。